ネイタの感想あ全然大丈夫です。 ありがとうございます。そうすごく反発もらえて、いつも乗ってる板よりも高さとか結構出すことができて、とっても乗りやすかった感想があります。はい、グラトリとかやる分にはすごくなんか反発もらいやすいなっていう。じゃあ自分的にはちょうど良かった感じの。そうですね、結構。なるほどなるほど、はい、良かったですね。いやありがとうございます。エッジが全然引っかからなくてこけにくい。確かにコンベックスめっちゃ入ってるんで、はい、この横の動作めっちゃしやすいです。やっぱりちょっと硬かった気がします。もうちょい柔らかい。ああなるほどなるほど。やってみたい。どうでした感じとか。フレックス的にも柔らかくて乗りやすかったですし、はい、飛び系の技も結構張り回って飛びやすかったです、ね。形状の違いだからかわかんないですけど、このセンターがやっぱ右に見てみてるよりちょっと硬く感じて、ノーズテールは柔らかく感じたんですよ。だからどっちかというとセンターが柔らかい方が好き。そうですね、センターが柔らかくて外が強い方が。今までダブキャン乗ってたんで、はいはい、今年はちょっと固めの板乗ろうかなと思って A を試乗したんですけど、はい、反発が速く感じて面白かったです。自分的にはトーションが使いやすくて、はいはいはい、乗り系もやりやすかったです。はい、いやもう結構踏んだらもう反応早く返ってきて、もう踏んだら踏んだ分だけ高さも出る。あ確かに、ね、いややっぱこの板はいいですね。めっちゃ反発がやっぱすごいですね。さっき言ったように踏んだら踏んだ分だけ、はいめちゃめちゃ帰ってくるんで、俺もめちゃくちゃ高さ出せる。改めていいってことですね。そうですね。